済んだもんなのだ。今回は耐熱シリコンを使った鋳造をするのだ。以前グッドなドッグタグを作った時からやってなかったけど、作りたいものができたからやってみるのだ。それがこのずんだもんのコイン、ずんだコインなのだ。ゆずきゆかりをモチーフにしたコインを X で見て、ずっと自分も作ってみたいと思ってたのだ。僕は絵は全然なので大変だったのだ。これがずんだもんに見えるかという問題もあるし、少し心配なのだ。久しぶりに光造形のプリンター使ったらやり方がわからなくて失敗ばかりしたのだ。模様の部分も気にしてたらキリがなかったから一度作ってみるのだ。使用する素材はホワイトメタルとピューターなのだ。普段やってるアルミ鋳造と違って、家の中でできるから興味がある人は必要なものと費用をリストにしたから参考にしてほしいのだ。シリコンは少し高いけど旭化成のシリコンが使いやすかったからおすすめなのだ。そりもなくうまくできたもので試しにやってみるのだ。サポートコンをヤスリで削るのだ。ここまで小さいものを作ったことがないから模様がちゃんと出るか不安でしかないのだ。シリコン型を作っていくのだ。赤いプレートはアマゾンになかったからヨドバシドットコムで買ったのだ。前はレゴブロックみたいなものを使ってたけど、専用のものの方がやりやすい気がするのでおすすめなのだ。だいたいどんな感じにするかここで決めるのだ。ブルースティックは金属の通り道になるのだ。ストローとかでもできるけどやってみた感じスティックの方がやりやすいのでおすすめなのだ。真ん中から流して両脇を通るイメージで作るよ。隙間なく敷き詰めるより余裕を持たせた方が後々やりやすいかも。赤い部品は粘土を詰めるときに便利だったのだ。粘土を入れる前にシリコンバリアーを塗っておくのだ。取れやすくなるかは正直わからなかったのだ。状態にするのだ。この時スクレーパーか綿棒があるとやりやすいかも。物を置いていくのだ。この時置く場所を少し掘って埋まる感じにするといいかも。終わったら粘土にへこみをつけるのだ。これはシリコンを合わせた時に動かなくするためなのだ。大きなへこみを作る必要はないのだ。鉛筆でも六角レンチでも何でもいいのだ。赤い部品は外す時面倒だったのだ。壁を高くして、コメントで最初の段階で粘土にシリコンバリアー塗ると、シリコンに粘土がつかないと情報をいただいたので試してみるのだ。このシリコンだけど硬化剤入れたらすぐ固まるから扱いが難しかったよ。
容器の底に塊ができてたし、あまり良くないのだ。最初に紹介した旭化成のものは、硬化剤入れてもサラサラして流し込む時も楽で良かったのだ。シリコンは製品によって硬化剤の量が違うかもだけど、100g で硬化剤 3g なのだ。今使う量は 113×112×26÷1000 329g。 硬化剤は 9g でいいかな。部分に気泡が入らないのだ。ネットの動画では筆を使ってあらかじめ塗ってる動画もあったけど、どれがいいかはわからないよ。原型が隠れるまで流したら残りを入れるよ。この時も細く流すと気泡が少なくなると思うのだ。感じで固まりだして難しかったのだ。細かく振動させて気泡を抜くのだ。正直このシリコンでこれをやって意味があるのかわからないよ。1日経ったものなのだ。硬さは今まで使ってたものよりは硬いのだ。粘土残ったのだ。これはどうしようもないのかもね。残った粘土を取って、もう半分シリコンを流す準備。シリコンを流す前の注意。ここでシリコンバリアを塗らないとシリコン同士が剥がれずに失敗してしまうので、必ず塗るのを忘れないようにするのだ。流し込みは終わったのだ。1日経ったものがこちら。裂けないように慎重に剥がすのだ。シリコンが流れてない部分があるのだ。ここまでやったから金属流すところまではやってみるよ。シリコン型の形を整えるのに彫刻刀があると便利だと思うのだ。このシリコンだと少し柔らかいのか彫るのが難しかったよ。見栄え悪いから外側も整えて、シリコン型の完成なのだ。あとは実際に金属を流し込んで形になってくれるかどうか。
このままだと金属を流した時にこぼれるから板を挟んで固定させるのだ。挟んで固定させたものがこちら。今溶かしてるのはホワイトメタルなのだ。不純物が出るので取りながら溶かすのだ。高温の金属を取り扱うのでゴーグルとグローブつけてやるのだ。金属の温度は高くても低くてもダメなのだ。流すときは静かに一定に流す方がいいかな。型にはタルクを塗っておくのだ。4分くらい冷ましたら取り出すのだ。最初は型が温まってないからうまくいかないと思うのだ。型が冷えてるとなんでうまくいかないとかはよくわからないのだ。ですよね。最初はこんなものなのだ。何回か繰り返してると良くなると思うのだ。2回目。流し込む穴とは別の穴から両方出てきてくれるといい感じだと思うのだ。うまく流れないのだ。金属の温度が低いのか空気の逃げ道がないのか。7回目。今までで一番いい出来。出来はいいけどゲートの部分が面倒なことになったのだ。外すときちょっと曲がったのだ。少しザラザラしてる部分が気になるのだ。これは金属の温度で変わるみたいなのだ。バリを取って完成させたよ。小さい方は模様も綺麗に出ていいけど、ゲートの処理の時に少し曲がったのが惜しいのだ。大きい方は表面が気になるのだ。ゲートの処理をやりやすい形にして再挑戦なのだ。今度はこんな形にしてみたのだ。このシリコン型を作る時に粘土にへこみを作るのを忘れたのだ。すごく面倒だったから基本的な作り方は守った方がいいのだ。ホワイトメタルからピューターに変えてみたのだ。でも満足できるものはできなかったのだ。原型の厚みを少し大きくしてみたのだ。2ミリから4ミリにしてみたのだ。これでダメなら諦めるのだ。別のものを使った方が結果が違うと思い、旭化成のシリコンを追加で買ったのだ。やり方は前のシリコンと一緒なのだ。空気の抜け具合はこっちの方がいい感じなのだ。茶色だから粘土の色が見やすいのだ。白色のシリコンより硬いから掘りやすいのだ。
はどうかなどうかな。すごくいい感じにできたかも。左がピューターを使ったもの、右がホワイトメタルで最初に作ったもの。500円玉を基準に作ったから右の方がそれっぽいけど、出来栄えは左の方がいい気がするのだ。X でアンケートをお願いしてみると、小さい方が人気みたいだったから大きいのは作り直さなかったのだ。あとはもう少し表面の粗さをどうにかしたいのだ。カセットコンロだと金属が跳ねて缶についた時危ないから電熱線のコンロにしたんだけど、温度調整ができなくて微妙なのだ。ワイヤーブラシで磨くにしてももう少し良くしたいのだ。温度調整が細かくできるガスコンロでやってみるのだ。ガスコンロでやってみたけど、今度は温度センサーが働いて温度が上がらなかったのだ。結局カセットコンロでやったけど、真似される人は火の取り扱いには十分気をつけるのだ。少しは良くなった気がするのだ。あとは形を整えて削って磨いていくのだ。磨く前にバレル研磨にかけてどんな感じになるかテストしたのだ。左がバレル研磨のみ、右が何もしていないもの。右のものも磨けば良くなりそうな感じなのだ。最初に手で磨いてゲート部分を処理してバレル研磨に入れて完成とするよ。少し磨くだけでも結構綺麗かも。手磨きとゲート処理が終わったのだ。あとは機械にお任せ。積んだもんのコイン、積んだコインなのだ。作りたいと思ってから行動に移すまで時間がかかったけど、やっとできたのだ。コインのデザインは外国のリアルな横顔のコインをイメージしたのだ。デザインとかは今後作り直す時があればまた変えてみるのも面白いかもね。ところでこのコイン、ちゃんと僕ってわかるかな。重さは1枚 16g。ご視聴ありがとうなのだ。いつものアルミ鋳造の動画ではなく、シリコンを使った鋳造だったけど、どうだったかな。この動画が良ければ高評価をよろしくなのだ。 YouTube の人はグッドボタンとチャンネル登録を、ニコニコ動画の人はいいねとフォローをよろしくなのだ。次回も鋳造しちゃうぞ。